今日の花束はジニアを使ってちょっと美味しいもののおすそ分けという感じで、ちょっとこだわったオリーブオイルとパンと、そして生産者が一生懸命作ったこだわりの野菜と一緒にギフトでお花をちょっと添えてアレンジしていきたいと思います。今日の飾りはジニアにローズゼラニウム、これがスペアミントですね、スペアミントとセージ、ルー、花びらが、葉っぱの形がすごい可愛いですね。で、こちらがスモークツリーの葉っぱだけですけども、ちょっとこの色が、ダークな色が綺麗なので入れたいと思います。で、あとはお見返しと、これがよくガマ摘みジュースってありますけど、これは通常のガマ摘みよりもちょっとこう身が大きい高山ガマ摘みだそうです。高山ガマ摘みと、で煮物でこれがキペリカ、そしてこれはよく子供さんたちに遊ぶエノコロムサ、こういったものが入るとすごく日常的な雰囲気がまた出るので、私は大好きなものを使っています。じゃあ今日はこの花材でちょっとブーケを作っていきます。まず最初にスペアミントでちょっとまっすぐのものをなんとなく軸に選んでいただいて、でそこに目立つものからちょっと主役、ブーケの主役になりそうなお花から入れていきます。夏真っ盛りのアレンジができました。ちょっとこだわりの美味しいパンとオリーブオイルと、こんなプレゼントを持って